い、どうもピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースアップリーミーレベルということで、このコースですね、もうやってますかってツイッターでリプが来たんですよ。で、調べてみたらやってなかったし、めっちゃ面白そうなコースだなと思って、今日はこのコースでやっていきたいと思います。そして制作者さん見てもらっていいですか。ゾリキングって書いてるんですよ。ということはキング対決だね。どっちが本物のキングか見せつけてやりましょう。皆さん判定よろしくお願いします。それじゃあ早速やっていきますか。今日は開幕何もない感じだね。それじゃあこのキノコ絶対取れないと思うんだけど、やっぱ何かあるよね。こっちは開幕派ね。そんじゃあ右上のブロック叩いてみようか。これで先に進めるみたいな。あれ違うね、バネで上に行けみたいな。なるほど、ここでピンスイッチがあるのね。このピンスイッチを叩いて先に進めるっていうわけか。このバネどうなんだろう。一旦持ってってみる。持ってって、ここはどうすればいいんだ。上に行くべきなのか。くっそこのオープンは何、頼む、なんもなってんじゃねえか。でもこの四角何かあるんじゃないか。頼む、何かあってこい。パウを持ってこいっていうわけか。じゃあこの砲台の中にパウがあったから、このパウでブラパを倒せっていう感じでしょ。行けよら。すいません、言葉が悪くなってしまいました。じゃあここは右のオーフを押して、どうなる。なんもなんないね。右に行ってみようか。え、ここにグラボが出てくんの。うわ、取れねえし。右、これは魚っぽくね。何魚よりひで。じゃあここはバーの向こう側に通り過ぎないようにオンオンをして、ここでファイヤーを取れっていう感じで。さあここで溶かして上に行きますか。そしてどうする。あっ、あったんなことはやめてよ、僕も食べて。もう分かりました、あのブラッパが出てくるより早く先に進めっていう感じだろうね。ただ今一回当たってよかったのかな。こっからなるほど、無敵近を利用してすぐ上、なんで入れないの。じゃあここは右下にダッシュしていけるっていう感じでしょ。さあドアで入っていきますか。次はどんなの。なんか来てる、なんか来てるよ。そこは壊しちゃダメだって。どうせどんな動きするんだろう。ここ隠し場があると思ったらナイスさ。一旦右行ってみる。どうせ右側に来るんでしょう。下かーい。今日さ、このコース全く読めないね。全然予想外なことばっかりが起きてるんだよね。じゃあここは早く右に行って、あの鉄球より早く土管に入れっていうことでしょう。ここは上を失敗。大丈夫かこれで。ビッグアって書いてるけど、このまま下に行こうか。で、オンオフをしてもらって下に進めるっていう感じだと思うんですよ。頼む、そうでしょ、ダッシュ、ナイス。さて、ここはチェックポイントって書いてるな。うわ、2分の1じゃないの。どっちかから行ったら取れないみたいな。一旦下から行ってみようか。こっちが正解。そして取れたよ。っていうかここピンクコインコーチやんか。めっちゃ多くない、ピンクコイン10個くらいなかった。じゃあここはジャンプして。いやもう無理やんかこんなの。あっつ。じゃあこの下ドクロリットだったよね。しゃがんでおけば連れてってくれるみたいな感じじゃないの。ちょっとしか行ってないぞ、これは大丈夫か。葉っぱまで来たけど、ただめ行ってくれ。いやマジで今日予想外な罠ばっかりだね。その予想外なコースをするナイスガイな僕です。うるせえよ。じゃあここで葉っぱ出てきたのは見えたよね。さあここは絶対シップ攻撃でいいと思うんだよな。あれ、右にバネまで出てきたよ。バネも手に入れろっていうことかな。一旦このまま進んでみようか。何があるか。この果てで怪しいぞ。何が出る。鉄球が出てきて左に進む。ねえ嘘でしょ、これはこの近くもなんもない感じか。一旦上まで行ってみる。上気になんない、このままピーチャーしていこうか。頼む、よし来た、このまま上に行かしてくれ。多すぎないか、隠しブロック徹底してんだ。そんじゃあここで葉っぱを手に入れた後に右側にバネが出てきたよね。このバネを持ってどうにか突破口を開けっていう感じだと思うんですけど、左のさ、この近くの枠めっちゃ怪しくない。ここに置いたら危ねえ、今ちくわブロックがあるのかそこに。じゃあここで鉄球を出したら左目の土管に入れるっていう感じじゃないから。あってたあってた、さあ進んでいきましょう。ここは地味にならなくていいんですかね。バネ持っていく、このバネ必要になってくるんじゃないの。さあ行きますか、頼む、バネ合ってて、ボロングパイプって出てくるんじゃないか。チェックポイント、どういうこと。一旦ここで下に
下に行ける。あ、なるほど。もう一回チェックポイントを取って別の土管に入れっていう感じだと思うんですよね。何ガバなんじゃないんですか、これは。ガバ発見しました。いや、さっきのガバじゃないかもしんない。ウォロングチェックポイントって書いてたじゃん。なんでここ上から行くのが正解みたいな。そして下のこの青の土管があるじゃん、こっちが正解だったんじゃないかな。どうなんだろう。上叩いてみます。これはフラッパ、これはなんもないのか。このまま右進んでてみるよ。どういうことだろう。ここ上になんかあるしかないよね。叩いてみます。どっちも反応できるように真ん中、ここが正解でしょう。あらえ、今ブブって言われなかった？今絶対言われたよね。こっちの土管も違うとかそんなんはないよね。じゃあここは左のさ、ブロック斜線になるから、右は、なるほど、ここでメットを取ってさっきのフラパを超えれるっていう感じだね。さあ行きますか。そして次はどっちだろう。あれ、ちょっよしよしよし、焦った。じゃあここは右は開かないみたいだから、この赤い土管に入っていきましょう。次は何だろう。え、待って、またウォロングチェックポイント的な。うわ、マジ、この下なんか変わってんじゃないの。頼む、進めるようになってて、このピーヨンがなくなった。いや、ちょっと待ってよ、やばい、嫌な予感しかしねえぞ。上の土管って書いてるしさ、下からチェックポイントを取って上の土管に入れっていうことかな。ちょっとそれでやってみようか。下から上に行けって最初と一緒だよね。この先行ってもさっきと同じように積むだけでしょ。あ、分かったよ、このヒントは青の土管の方のヒントなんだね。さっき上に押し上げたブラパが言ったじゃん、そこの右下に四角の枠があったと思うんだけど、そこで甲羅を投げろっていう感じじゃないから。なんでここのベッドかぶったらいけないんだよ。きっとこのベッドを持ってから、あのブラパの下の枠に投げろっていうことだと思うんですよ。どうなる、投げてみる。何もなんでちゃった。ホールドって書いてたから、投げないでこの場所で待っててみる。そしたらどうなる。なぜなんで持つことによってこんな行き道が変わるの。待ってよこの甲羅を持つことによって行き道が変わるって、どんな仕掛けなんだろうね。さあ行きますか。ここはオープンに乗るか、それともカロンの甲羅、カロンの甲羅を使用する、これが合ってる。よしよしよし、これなんだろうね。なんもないのか。じゃあ右に進みましょう。右にファイヤーがあるな。あのファイヤー多分取れないんじゃないかな。なんでね、何あのこれ。じゃあこのまま右に進む、頼む、進まして、よし。そしてこのハテナを叩く、何ステーステーあっステーいいよね。じゃあこのまま書き棒に乗って右に行きます。ああ今何が起きた。この書き棒を踏んで下に行けってか、こっちか。じゃああの書き棒を倒したら裏にツタがあったよね。このツタに捕まります。そして右に進めるっていう感じか。さあこの記録は取っていいのか。取るしかないよな、きっと。なんで取ります。そしてこのまま上に行く。ナイス、これで合ってるでしょ。またウォロングチェックポイントみたいなのやめてくれよ。まずい、これはまずいんじゃないの。頼むって、ももう一回やり直しみたいな感じかな。頼む、さっきと違うパターン来て、せめて。なんなんだこれは、どこだそこは。どうすればいいんだ。葉っぱがあってバネがあって鉄球が出てきたよね。そして上のヒントは上の土管って書いてるから、多分あのバネと鉄球の場所だと思うんだよね。ちょっとそこまで行ってみよっか。これ何回やり直せばいいんだろう。もうさすがにないでほしいけどね。さあ赤の土管入って、多分この場所だと思うんだよね。この場所でバネをなんか落とせみたいな書いてたよね。いや、そっちに落ちるんじゃないって。さあどこに落とすんだろう。落とす場所って言ったらもうこのちくわブロックのところしかないよね。頼む、なんか変わってくれ。じゃねえか。いや、一旦さ、ここで鉄球出したらなんか変わるんじゃないの。変わんねえか。え、落とす場所なくない。この場所にさ、バネ落とせって書いてたんだけど、この場所あかんくない。鉄球をどうにかしてこの場所まで持ってこいってことでしょ。鉄球ってさ、この尻尾で確か打ち返せたよね。なんでこの尻尾でこう、なるほど、今ちょっと当たってしまったけど、これで合ってるんじゃないかな。そういうことで、さあ進んでいきますか。どうせチビにならないけんのかな。どうなんだろう、頼むチビで。いったー、この甲
ースよくできすぎてない？めっちゃ考えられてるよね。久々にこんなトロールコースした気がするんですけど。さあ行きますか。ここでバレを落としてスターが出てきて姫に進みたいと思います。ここでさっきでやられちゃったんだよね、ハリで。これだったらいけるでしょきっと。さあどうしよう、こっからまた戻す系はないよな。ここで何にやられた今何が起きたんですかね。無敵状態のまま左に進めっていう行き過ぎたじゃあ次は左のピースイッチまで行かんようにしよう。この花ちゃんの場所で下に降りる。これで合ってると思うんだよな。そしてこのまま上、次は何が来る。怖いな。またスタートからやり直しさせられるんじゃないかと思うとビクビクしてしまいます。じゃあここはドクロレントに乗る。そして左を進む。はっはっは、この唇植物がじゃあここはハテナ叩けばよかったのかな。これでパックンやられてくれる。いや多分大丈夫大丈夫。よしよしよし。そしてこのパンを持って右のパックンを倒せ。熱い熱い。このパン持っていこっか。一応あの攻撃として何かの武器として。あ、どうせここで生きるんだね、このパンが。さあ入っていきますか。次はいい加減にしろまた最初からでしょこれ。ボロングチェックポイントって書いてるしさ。次は下か。何が起こるんだ。あ、まだ下があるよ。今度は何だろう意味わかんないって。どうすればいいのよ。あ、わかった。あの場所から投げるっていうことなんだね。ここでカロンの甲羅を左側で脱ぎ捨てて投げろっていうことでしょう。この場所でよかったよね。こっから投げたらなんか変わる。バネ、待って、あのバネに乗っていけってこと。多分そんな感じでしょう。ナイス。こっからどう変わるんだ。ブラはこっちに来てくれるのか。よしよしよし。そしてえ、こっからなんか変わんのかな。この先はまた一旦これ捕まるでしょ。なんかいろいろと変わってる。まずどうすればいいでしょ。どうすればいいんだ。こっからこのまま右に進むで合ってるのか。いや絶対違うよね。え、こっから先どうするんだろう。さっきツタのところにさ、パックンがいたじゃん。あのパックンに当たったらいけないんだよきっと。なんでここで左でこのクッパクラウンに乗って進めばいいっていう感じなんじゃないから。さあ行きますか。これで土管の中なんか変わってんのかな。どうだ。またフォロウングチェックポイントはやめてくれ。そうだよな、きっとそうだろうと思いました次は何を持ってくるんだ。今度は上か。上で何をすればいいんだ。上の土管に入って、さあこの次でしょ。この次どうなる。もうそろそろゴールあってもいいんじゃないの。なんこれ、レイスにセック顔に見ろって何土管から出てきたところで何かしろってことでしょ。右を進歩しろってことかな。そうですか、こういうコース持ってきますか、ゾルキングさん。だが同じキングの名を持つ者として僕は負けてられませんよ。王様ランキング1目指してます。めちゃくちゃ喋ってる王様ランキングですけど、ここは右を進歩でいいんじゃないの。そしてすぐ左に逃げる。ナイス。そしてスターを取ってどうすればいいんだ。ここはなあ、どうすればいいんだ。早く行けっていうことだと思うんだが、このピース位置。なるほど、これで頼む。ゴールはまだですか。なんなんだこのコースは。B を踏めっていうことですかね。次はしっかりとスターを取ってあのピースイッチを踏みたいと思います。そしたらどうなる何これ、ピースイッチ踏んだらよかったんじゃないの。で、じゃあよく考えよう。ここはスターを取ってピースイッチを踏んだ瞬間右に逃げる。これで合ってたんじゃない。あ、なるほど、これで下の方に行けるっていうわけね。さあ進んでいきますか。ここはパンを手に入れることを優先したいと思います。頼むまだチャンスあるよ。このドクロリントが何かをしてくれるはず。頼むドクロリント。何やってんだってハテナブロックは叩くなっていうことでしょう。早めに左ちょっと見る。ここに行っとけば。なるほど、この下に降りて土管に入れるっていうことで。よし、さあ進みましょう。どうしよう、ここもう終わった感じです。助けてもう
分かったよ。上に逃げて鉄球を回避しろってことでしょ。すぐ上に逃げる。そしてあの鉄球について、あぶない、このままでは危ねえ。さあ鉄球についていって。どうなる、この音楽はまずいパターンなんじゃないの。一旦オンオフしてみよっか。そしたら何も変わんないね。じゃあこの音カーに入っていきます。どうなる、あまたこれは入れないの。また最初からですか。頼む、どうなる、あ来た、ただ JK って書いてる。 JK って確か悪いことだったよね。こっちじゃないとかそんな感じの意味だじゃなかったっけ。チョークみたいな、いや中間ポイントあるよ。ナイスナイス。さあ行きましょう。中間ポイントはでかいよ。ここで、えここ最初の場所じゃないの。また最初からみたいな、そんな感じ。えちょっとさっきと違うパターンで、いやいけないよね。一旦ここで P スイッチを振って、このブロックはやっぱなんもなんないよね。一旦このちくわブロックを落として P スイッチを叩いてすぐ右に逃げろみたいな、めっちゃ高等なテクニック。焼き魚次はきっちりこのプクプクが通り過ぎた後に右に行くよ。いいところに来るもんだ、あのプクプク。じゃあここで花が落ちてきて確かパンで倒せたよね。さあ行きますか。さっきと違うパターンどっかで来そうなんだよな。ここはびっくりした、ここプクプクがないかだと思いました。ここまでは一緒なんだね。そしてチェックポイントの場所まで一緒なのかな。ここは確か右押しっぱで行きたいよね。ここでドアに入る、来た。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオその9ということで、まるで階段を下るかのようにパックンと足場が設置されてるんですけど、その最終地点ゴールがあるんですよ。でこのコースダッシュで勢いをつけてしゃがんで右下まで降りていくっていうコースだと思うんですけど、なんとクリア率は 0.45%。 それじゃあ早速やっていきますか。ゴール条件は何もない感じだね。ていうかさ、そろそろ簡単な一発マリオやってもよくない。ここ最近鬼畜な一発マリオ続いてると思うんですけど、甘えんじゃねえ師匠。そんなことで YouTube がやっていけると思ってんのか。すいませんでした、シャーベシーあね、最近一発マリオするとき茶番劇ばっかりだと思うんですよ。この自分のスタイルどうにかして直さなきゃいけないなと思ってこれなかなかいいんじゃない。こっから、いやこれ勢いつけれないよね。右にダッシュしてしゃがむ、うわ全然勢いがつけれんね。えこれどうやって行くんだろう。ちょっともう一回同じとこ行ってみるね。あの場所に行くところまでは簡単なんだよね。こっからなんだけど、こっからでも勢いがつけれなくて全然先に進めないんだよね。これ最速見ていいかな。最速はヒントになるかもしんない。3秒、いや3秒は早すぎでしょ。どうやって行ったの3秒で。もうクリアしてるってことでしょ3秒って。3秒って言ったらね、一マスのところにとどまることなく一気に駆け抜けれると思うんだけど、はなじゃあこれさ、一番最初に当たるパックンの手前でしゃがめっていう感じだと思うんですよね。この辺かな、この辺まで勢いつけてしゃがむ、これでどう。なんで左向いてんだよマリオ、勢い止まったじゃんけあ待って、左向いて勢い止まるってことはさ、右下押しながら進んでったら空中で勢いがつくんじゃないかな。なんで一番左から走ってしゃがんで右もシッパーだから、ずっとコマンド右下だね、これでどう。いや今度は勢いつきすぎちゃうのか。絶妙な調整が必要ってことか。じゃあこの辺行ってくれ頼む、マリいい感じだよこれはひどいな、それ落ちてるってマリー、そんな体勢よく保てるな、そんな駆けっぷちでこれほんと難しいね。勢いつきすぎるとパックに当たって勢いがなかったらゴールまで届かないっていう感じでしょ。これは頼む、来てさっきと一緒やんか。いやほんとに難しい、たまたまでいいから来て、これはもういいってその下りじゃあある程度勢いつけたら調整しなきゃいけないっぽいよ。なんで一旦マックスで行ってみようか。マックスで行ったらあそこのパックンに当たるのね。なんで今当たったところのパックンだけダッシュボタン解除してみるね。それでいけるんじゃない、頼む、はっ、やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。
最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。